どうも、チャックバスです。いかがだったでしょうか。今回紹介させていただいたのはマンハッタンのナイトクルーズ、約1時間ですね。ウォータータクシーに乗るナイトクルーズですね。一人で、そのまま予約すると31ドル、シティパス等々の、セットにして、予約するとですね15ドルってことで大変、安いですね。で、安い割には本当に綺麗なので見ていただいて分かったと思いますけども、本当におすすめです。でですね、注意していただきたいところは、場所ですね。まず場所はちょっとピア16って、地図等には書いてあると思うんですけども、スクリーンショットなり地図に印するなりしていただいて現地持っていくことをおすすめしますね。で、なんていうんですか、掘ったて小屋みたいな小屋に人がいるんで、僕はそこでこのバウチャー引き換え券ですね、ベルトラの引き換え券をその方に渡して、でその後チケット切ってくれる方が乗船場所に来ますので、その人に渡してっていう感じですかね。で、注意していただきたいもう一点あるんですけど、ご予約自体が席の確保じゃないってことですね。先着順ですので早めに行かれることをね、本当にお勧めします。せっかく一旦に乗れなかった、混雑する季節じゃなかったら大丈夫じゃないかなと思ったと思うんですけども、でも行って乗れなかったら本当に残念なんでね、早めに行きましょう。で、特に秋から冬にの季節に行かれる方ですね、まだ今の時期は大丈夫だと思うんですけども、ね、9月10月11月とかそれ以降に行かれる方は本当に完全な防寒対策をしてってください。レビューでも結構見たことあるんですけども、船なんでね、もちろんこれ室内あるんですけども、やっぱり写真撮りたい映像撮りたいってなるとやはり外に出ると思うんで、音声で分かったと思うんですけど風すごいんで、すんげー寒いと思います。僕が行った時はこれ3月だったんで、寒かったですけど、そんなに耐えれないほどでもなかったんで、天気も良かったんでっていうのもありますので、防寒対策もね合わせてしていかれるといいと思います。はい、そんなもんですかね。特に言いたいのは安いんで、ぜひおすすめしたいですね。はい、でそれでは今日の動画はね、ちょっと映像だけになってしまいましたけど、こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。